おはようございます。今日も一日頑張りましょう。今から軽く朝食食べます。ジャスティンが作ったプロテインのバナナプロテインバーみたいな手作りのやつです。とあとはアイスコーヒー。まずはこれだけ軽く起きたらすぐ食べて、またその後、朝食食べます。だから2回かな。これからプロテインをちょっと飲みたいと思います。僕が飲んでるやつはこの DNS の SP、 まあ一番、まあ書いてあるようにハイスペックなプロテインですね。 DNS で出てるやつので、僕はもうヨーグルトが味がめっちゃ好きなんで、ヨーグルト飲みます。ちなみにこれパッケージ僕です。もう変わっちゃってるんですけど、前のやつ、まあなかなか切れてるな。これから飲みます。2杯で、まあ朝なんで BCA も一緒に入れちゃいます。 BCA 入れます。うん、うまい。これから朝食を作ります。さっき食べたのとはまた別に、オートミールを作って、食べます。アイリッシュオートミールっていうのをなんかまあカルディとかで売ってるんですけど、それが僕は一番好きなんで、それでオートミール作ります。アーモンドミルク、ナッツとラズベリー、クランベリー、あとココナッツが入ってるのかな。蜂蜜、完成。オートミール 2,3 分でできます。どう思う？机考えてみよう。これいく？今外出自粛なので、まあ家で筋トレとかはやってはいるんですけど、まあさすがに筋トレだけだとちょっと厳しいので、体を動かしに走りたいんですけど、ちょっと外は行かずに自宅マンションの階段でちょっと階段ダッシュしてきます。段数も多分700段ぐらいかなあるんで、ちょっとそれで今ダッシュをしに行きたいと思います。それでは、これから階段ダッシュします。で、まあ最初登るだけやろうと思ったんですけど、まあせっかくなんで一回下まで、一番下まで下って、また戻ってきます。で、大体多分、700段ぐらいなんで往復で1400段を、なるべくダッシュで、行っていきたいと思います。それでは、
やばい、足パンパン。あれ、ハワイのさ、うん、コゴヘッド、うん、同じぐらい一緒。コゴヘッドの方がちょっと長いけど、何分？ね、38分にスタートして今55分。ってことは17分。うん、コゴヘッドよりはちょっと楽ぐらいか。やばい、マスクきつい。まず、OK、いいよ、いい感じよ。これから昼ご飯です。作ろう。入ってるよ、入ってるよ。今から昼ご飯作ります。今日はね、パスタを作りたいと思います。あ、まずは鶏の胸のひき肉を、炒めます。で、これをパスタに入れるんで、こんな感じ。鶏のひき肉とほうれん草とのパスタ、うまい。わかんないですか？いきます。よーい、スタート。こんにちは、栗原ジャスティンです。30秒、うん。もう一回いこう。皆さん、こんにちは、栗原ジャスティンです。今日夜は鍋作ります。鶏の胸肉と、あと、魚と、あとね、個人的に豚肉好きなんで、豚肉で野菜たっぷり、あと豆腐だ。作りまーす。うちではね、ポン酢に大根おろしが大好きなんですよ。でね、これね、腕めっちゃ疲れる。ちなみに完成。豚肉、鶏胸肉、白身魚、豆腐と野菜、高タンパクで、大根おろしとポン酢で食べるとめちゃくちゃ美味しいし、ヘルシーだし最高です。あと白飯ね、これと。 OK、 これが夕飯。
たのちょっと。あ、写真撮るのね。写真だから。寝る前に締めのプロテイン飲んでるのは朝飲んだ SP と同じです。まあ大体、飲むのが朝と夜が多いかな。あとはまあトレーニングとかがっつりやった後はトレーニング後にも飲んでます。こんな感じで一日終わります。まあ今外出自粛の状態なのでね、なかなか大変ですけど、まあ家でできることを、積極的にやるだけですね。今皆さんもいろいろ大変な状態だと思いますが、協力して乗り越えていきましょう。あとまあ家でね、ずっと家にいるとストレス溜まると思いますので、まあ、体を動かして、行くのも大事だと思います。でそのために家でできるトレーニングもうこれから載せていきたいと思いますので、それではありがとうございました。おやすみなさい。